本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 よし OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ロボの監督です。隠しカメラ、その名の通りバレてしまったら元も子もない話です。今回紹介する商品はかなり気づかれにくい天井に固定して映像を収集することができる天井特化型隠しカメラです。証拠収集はビジネスマンだけではなく自分を守る危機管理アイテムです。今回カメラの映像も収録してますので、ぜひ動画を最後までご覧ください。開封の儀、こちらでございます。表、裏、上、下、開けていきます。取説、すべて日本語、説候補も分かりやすく記載されています。充電ケーブル、こちらはマイクロ USB ですね。カードリーダー、 USB とマイクロ SD カードが入ります。ハード配線、壁取り付けパーツ、そしてこちらが本体。はい、これくらいのサイズ感です。重さ 237g、 直径 11cm、 厚さ 3.8。 天井特化型カメラについて、一般的に隠しカメラというものであれば視界に入るとどことなく怪しさが出てしまう場合がありますが、このカメラ最大の特徴は天井に取り付けられていますので、視線が上に行かない限りかなりの高確率で違和感がなくバレづらい仕様です。見た目がよく見るとここにレンズが付いてますので、んと思いますけども、基本的にこう貼り付いていますので、よく見ない限りは火災報知器に見えます。商品の仕様について、こちら本体、スマホを使ったリアルタイム鑑賞だと動画の解像度は 1920×1080p、 本体にカードを差し込んで後からパソコンで見る場合、映像画質は 1280×720p、 フレームレートは 30fps です。ちなみに写真は JPEG です。長時間撮影について、こちらの本体、大容量バッタリーが搭載されています。満充電で約10時間連続録画をすることができます。なお付属の USB ケーブルにより電源を接続できた場合、充電しながらの24時間連続撮影も可能です。ちなみに天井にハード配線がある場合、こちらを使いまして、この小型カメラを室内の AC 電源に接続することでも長時間撮影を行うことができます。なお本体、上書き録画機能も搭載しています。カードの録画容量がいっぱいになってしまった場合、自動的に古いデータから上書き録画をしてくれます。スマホ接続について、このカメラ使用には Wi-Fi が必須です。 Wi-Fi の接続が完了した後、外出先からもスマホでリアルタイム監視、遠隔で監視することができます。というわけで Wi-Fi 環境がない場合使用ができませんので、ご注意ください。この Wi-Fi 手順は簡単です。この問い説にも詳しく画像付きで書かれてますが、初心者でも約1分程度で接続を行うことができます。なおマイクロ SD カードに記録した映像、こちらの動画はアプリ内で再生が可能です。わざわざ SD カードを取り出して見る手間を省くこともできます。では実際にですね、本体とスマホ、 Wi-Fi 接続をしていきたいと思います。今回映像保存として、こちらマイクロ SD の 128GB、 こちらは別売りです。こちらに映像を残したいと思います。カード差し込み口はここです。カード差し込まれました。まずは専用アプリ、こちらを入れていきます。使っていきます。こちらのアプリですね、デバイスを追加していきます。デバイスを追加、そして、本体の電源を入れます。オン、はい、青いランプが点灯しました。カメラを追加してください。今デバイスの追加で追加中です。追加完了しました。ビデオストリーム、お、来ました。簡単です。めっちゃ簡単です。はい、というわけで、お、結構画質がいい。 ATD、 ここは触れないと。あ、というわけで、これなんだ、あ、これは横でね、お、これを、このボタンですね、これを押すことで写真を、アルバムを押すね。はい、録画中でございます。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。
体検知、夜間暗視録画について、このカメラ動体検知機能も搭載してます。アプリを使うことで動いた被写体を検知すると、本体からメッセージを送信、スマホでお知らせを見ることができます。また設定を行うことで対象範囲内の写真動画をスマホに通知してすぐ見ることができます。そしてこちら暗視機能も備わっています。こちらですね、このレンズです。6つの暗視ライト搭載、明かりが少なくなってくると不可視タイプの LED 赤外線補助ライトが作動、撮影対象に気づかれにくく自然な撮影移行も可能です。天井とか火災報知器型隠しカメラ、いかがだったでしょうか。自分の大切な家族、財産等を守るための防犯対策、日々の生活の監視はもちろん、行動が予測できない赤ちゃん、高齢者、これらの監視として使うこともできます。そしてあまり出会いたくはないですが、 DV の証拠、浮気行為、悪質なセクハラ、いじめ、これらの証拠記録としてバレずに証拠収集ができる隠しカメラです。こちらの商品気になりましたら、ぜひ詳細をご覧ください。悪用現金、火災報知器型隠しカメラ、ぜひ気になった方は詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。これはなかなか気づかないな。本番いきます。よーい、天井特化型隠し探偵やビジネスマン、ぜひ